カーミラ。カーミラは、アイルランド人作家ジョゼフ・シェリダン・レファニュが1872年に表した怪奇小説、及びその作中に登場する女吸血鬼の名前。吸血鬼伝承は、古くからヨーロッパ各地にあり、また、フィクション作品としても、ザ・バンプイア、1819年などが本作以前にあるため、本作が吸血鬼作品の祖というわけではない。 しかし後に、吸血鬼作品の代名詞的存在にまでなる、ドラキュラ、1897年に、多大な影響を与えたのは確かで、本作は、ドラキュラの祖という評価がなされる。本作における、吸血鬼の造形は、アイルランドの吸血鬼伝承が元になっており、貴族的、美形、看護桶で眠る、心臓憎いを打たれて死ぬ、などの特徴はドラキュラに引き継がれ、 以降の吸血鬼作品の定番となった。逆に、ドラキュラとの違いでは、太陽光線を浴びても平気である。賛美歌を聞くと、体が震えて動けなくなる、といった点がある。また本作に登場する、吸血鬼が女性であることも、特徴的で、発表された当時では、女性の吸血鬼は珍しかった。そしてこの、女吸血鬼がターゲットとする相手も全て女性であり、 レズビアニズムあふれる作品になっている。しかし本作は、主人公、ローラの手記を通して、物語が紡がれる形式であるため、語り手の品格によって、性描写は、上品に抑えられている。吸血鬼作品の代表作に数えられる本作だが、ドラキュラや、ノスフェラトが幾度も映画化されたにもかかわらず、カーミラを扱った映画は数えるほどしかなく、 それらに比べてマイナーな存在になっている。これは、ドラキュラが純然たるゴシックホラーであるのに対し、カーミラは同じゴシックホラーであるものの、ホラーよりもサスペンスや対人関係に重きを置き、ややソフトな形態をとっていることが影響していると思われる。また20世紀初頭から流星を誇ったモダニズム文学の波に飲まれ、長らく再評価されてこなかったことも影響している。 本作は主人公ローラが19歳の頃に起きた話を改装して手記にしたためたという形式で展開される。ローラはオーストリアの主体アーマルクという自然豊かな土地で幼い頃に母を亡くし父と城に暮らしていた。父子の他に城に住むのは数人の使用人たちだけで最も近い村まで7マイルも離れているというリークの古島だった。そのため、 たまに遊びに行ったり客が遠くからやってきたりするとき以外彼女は一人で寂しく過ごしていたローラは幼い頃に不思議な体験をするある晩一人で眠っていたときにふと目を覚ますと部屋の中に見知らぬ美しい女性がいたのだ女性はローラのベッドへ入りローラを優しく抱きしめる幼いローラはそのまま眠るが眠った途端胸を刺されたような痛みが走り 飛び起きて泣きわめく。声を聞きつけて、女中らがやってくるが、ベッドの下へ逃げた女性はいくら探しても出てこず、それでいて女性が、ベッドにいたという痕跡は残っていた。周囲はどうにか、ローラを安心させようと苦心するが、ローラは安心できないまま気がめいり、しばらく塞ぎ込みがちになる。それからしばらく経ったある夏の日から話は始まる。近所に住み信仰のある、 スピエルドルフ将軍からローラの父へ手紙が届くが、その内容はローラが友になるべく心待ちにしていた将軍の命が死亡したことを告げるものだった。将軍は命を我が子のように溺愛しており、その死に関する経過と結果から取り乱している様子で、それに加えて怪物を捜索したいじするという要領を英決意が書かれていた。 心待ちにしていた、未だ見ぬ少女の死と将軍の乱心に対し、城の前で、ローラが考えを巡らせていると、突然暴走した馬車がやってくる。馬車は、菩提樹の木にぶつかり横転し、中から気絶した美しい少女が運び出される。馬車に同情していた少女の母を称する、貴族前とした美しい女性は、急ぎの旅の途中であるため倒れた少女をどこか、預けたいと言い出す。 しかし、城に近い人里には宿がなく、またローラが寂しさを紛らわす相手をよくしたため、少女をローラの住む城で預かることになる。そして、少女の母はローラの父に、少女は体が弱いことと神経質であることを告げ、3ヶ月後に再び娘を迎えに来ると約束し、自分たちの蘇生を探らないよう念を押して去ってゆく。 気絶していた少女は城へ運ばれると間もなく、目を覚まし、無事を確認したローラは真っ先に少女に会いに行く。しかしその少女と面と向かったローラは、少女がかつて夜中に現れた女性とうり二つである、ことに驚く。驚きで声を失ったローラに対し、少女は、12年前に、夢の中で会ってからその顔を忘れたことはなかったといい。ローラも、12年前に、夢の中でも、 現実でもあってからその顔を忘れたことはなかったと返す。少女は夢の中であっただけだと、ローラの記憶とは相反する発言をするが、ローラはたちまち少女に魅了され、それまでの疑問や反発はどこかへ行ってしまう。その日からローラは少女と共に生活をするようになる。ローラが強く惚れ込んだ少女であったが、彼女にはいくつかの不可解な点があった。 またカーミラが現れてからというもの、城周辺の村では、数々の異変が起きる。城の近くに住む何人もの女性が、幽霊を見たと言い残すと体調を崩して、相次いで死亡し、熱病の流行が噂されるようになったのだ。そして、カーミラの部屋に面した窓の下には、夜中に幽霊が現れるという噂も流れる。また、すすなどで汚れて、それまでは見ることができなかった。 ローラの母の一族の肖像画の一枚が一世紀以上前に死んだカルンスタイン伯爵夫人マーカラの肖像画であり、さらに夫人はカーミラとウリ二つでホクロの位置まで一致していた。その晩、ローラは夢の中で黒猫のような動物に襲われ、胸を二本の針を刺されたような鋭い痛みを覚えて飛び起きる。すると部屋の中には黒い服を着た女がおり、 恐怖で動けない、ローラの前から、ゆっくりと移動し、ドアを開けて出て行く。しかしすぐに、ドアの鍵を調べても、鍵は、寝る時同様にかかったままで、ローラは、言い知れない恐怖を感じる。そしてこの晩以降、ローラは、毎朝目を覚ますたびに、だるいような体の不調を覚え、徐々に体調が悪化して行くことになる。その後ローラは、医者の診察を受け、 喉の下に青い痣が見つかる。ローラは熱病とされる不思議な病気が蔓延しているという噂もあるため体調が悪いのはそれに罹患しているのではないかと不安ががローラの父はスピエルドルフ将軍が戻ってくる胸の手紙を受け取り1日2日で良くなるとローラに言い聞かせてカルンスタインの定石へ行くことを決める。カーミラが起き出すより前にローラ不死は 馬車でカルンスタインへと向かい、途中で将軍と出会う。馬車に同乗した将軍の顔には悲しみと怒りが現れており、これから三ヶ月前に亡くした名の仇討ちをするという。馬車の中で将軍はとうとうと名が死に至ることになった経緯を語り出す。それはかつて行われた仮面舞踏会で出会った不思議な美しい母子に関するものだった。ミラーカと呼ばれる娘は、 将軍の命を痛く気に入った様子で親しげに話し込み、白爵夫人と呼ばれる母も仮面で顔を隠したまま将軍とは基地の中であるとして話し込む。やがて黒服の紳士に何事かを告げられた白爵夫人は急な長旅に出かなければならないと言い出す。そしてミラー家の体調が万全でないため連れていけないという白爵夫人とミラー家を客として呼びたいという命に説得され、 将軍はミラー化を一時預かることにする。その日から将軍とイはミラー化と生活を共にするようになるが、ミラー化にはいくつかの不思議な点があった。まず起きてくるのは毎日正午を過ぎた昼日中であった。また寝るときは部屋に鍵をかけているが、時々部屋に鍵がかかったまま、まるで無友描写のように外をふらつくことがあった。そして将軍の名は毎夜悪夢にうなされ、 首筋には二本の針を刺されたような強い痛みを覚え、体調が日に日に悪くなってゆく。ローラはカーミラと再会してからの日々が、メイと、ミラーカが過ごした日々と奇妙なまでに一致していることに気づく。そして将軍にミラーカのことを聞けば聞くほど、カーミラと癖や特徴が一致していることがわかる。やがて一行はカルンスタイの礼拝堂がある定石へと到着し、そこで、 将軍は一世紀以上前に亡くなっているはずのカルンスタイン伯爵夫人マーカラにあったことを明かす。そしてカルンスタインが敗村のようになっている理由を地元の木こりに聞くと、ここではかつて吸血鬼騒動が起きたのだという。邪悪な吸血鬼の群れに手を焼いていた村人は通りがかったモラビアの貴人に助旅を来い、彼は見事に吸血鬼を退治する。そして彼は マーカラの墓を移す許しを得るが、マーカラの墓についての詳細は、その後不明となる。将軍は話を再開し、名を医者に見てもらった、際のことを語り出す。将軍の名は、喉の下に、吸血鬼特有の歯による刺し傷と、血を吸われた際につく青やザがとあった。将軍は、名が吸血鬼に襲われているという診断を、信じなかったが、念のため、 名が寝ているところ物陰から見張ることにする。すると、その晩、寝ている命に黒い何かが襲いかかるところを目撃し、将軍はサーベルを手に、それを追い払おうとする。しかし、その黒い何かがミラーかであると分かった途端、彼女は将軍の攻撃をかわして消えてしまう。そして名はそのまま弱っていき、その日のうちにこと切れた。名の最後を聞き落ちしている一行だが、 突然そこにカーミラが現れ礼拝堂へ入ろうとする。将軍はカーミラの姿を認めるとすぐに斧を手に襲いかかるが、あっさりとかわされ、逆にカーミラの力強い細腕で手首を締め上げられてしまう。そして将軍が痛みに耐えかねて斧を手から落とすと、同時にカーミラはそこから消えてしまう。カーミラが消えて間もなく、今度は男爵と呼ばれる老人が礼拝堂へ入ってくる。 将軍は男爵を歓迎し、男爵の持ってきた地図のようなものを手がかりに、所在不明だった、カルンスタイン伯爵夫人マーカラの墓碑を発見する。その後一行は一旦城に帰るが、その日再びカーミラが城に姿を現すことはなかった。翌日、カルンスタインの礼拝堂で、吸血鬼退治の儀式が行われる。伯爵夫人マーカラの墓を暴くと、そこには、 ミラーカともカーミラとも呼ばれた美しい女性の姿があった。鉛の棺には大量の血が溜まっており、女性はすでに死んでいるにもかかわらず生命活動を続けていた。そして吸血鬼だと認められた。それは古式の通り、心臓に尖った杭を打ち込まれ、首を切り落とされ、燃やされて灰になり、その灰は川に流された。そして、ローラは後日談を語る。 それは、伯爵夫人の墓を探し当てるのに、功績のあった男尺、ボルデンベルグの話だった。彼は、吸血鬼に関する専門家であり、彼の話したところによれば、吸血鬼には、以下のような共通する特徴があるという。また、ボルデンベルグ男尺は、例のモラビアの鬼人と亡くなった伯爵夫人に関する真実を話す。鬼人は、男尺の先祖で、 生前の伯爵夫人の恋人であった。そして、伯爵夫人の死に疑問を抱き、吸血鬼に関する研究をして得た結論は、伯爵夫人は、吸血鬼に襲われて死んだというものであった。伯爵夫人がいずれ吸血鬼として蘇り、やがてひどい方法で退治されるであろうことを憂いた貴人は、吸血鬼退治に絡んで伯爵夫人の墓を隠す。しかし後にその行為を悔やみ、 墓のありかを示した注釈付きの絵図を用意する。ところがいざ行動に移そうというところで、基人はなくなり、しばらく経って子孫である男爵がその任を受け継いだのあった。事件が終わってもローラはカーミラのことを忘れがたく、ふとした表紙にカーミラの影を追ってしまう様子を描いて襲撃となる。本作は回想式形式であり、その語り手であるローラが当時未成年であったため、 父や将軍よりも理解力に劣っているという描写がなされる。そのため、ローラの父は時折確信めいた言動をするが、その推理などが披露される場面は、ほとんどなく、淡々とローラの身の回りの出来事ばかりが書かれている。従って、作中で明示された謎は、マーカラ、ミラーカ、カーミラが同一の存在であるということ、将軍の命やローラが体調を悪くする原因はその、 女吸血鬼によるということ、程度に止まる。一方暗示的には、カーミラが近在の女性を襲って殺していたこと、夜中部屋を抜け出していたことなどが示されている。また、カーミラの母の存在やローラに対する情熱の死に、どのようにして密室状態の部屋を出入りしたり姿を消したりしていたのか、旅芸人の持っていた覇者のご夫に関する話など、作中では明かされない。 残された謎もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。